自供102回目の今回は交流戦2カード目の戦い、西武3連戦をプレイしていきましょう。現在巨人は9連勝というね、もうノーリーくんと乗りまくってますよ。もうシリーズの最多連勝記録今現在更新中、1勝を上げるごとに更新していきますからね。まあここまで来たのであれば、この数字を10にしてまだまだ数字を伸ばしていきたいので、9か10で終わるかじゃ全然意味は違うんでね。とりあえずまず大事な1戦目をしっかりと勝って、チームの連勝記録っていうのを10まで伸ばしていけるように頑張るよ。この1戦目のマウンド任すは菅野。ここまで無敗、防御率 0.88、 この男しかいないでしょう。この10連勝を達成するためにはね、君に決めた。で、1戦目はですね、菅野に注目して、あとチームのピンチにも注目しとこうかな。打線はちょっとお任せでいきたいと思いますので、しっかりと守れば勝てるんですからね。相手の打線見てくれよ。浅村抜けて秋山も抜けてるから非常に弱い打線ですね。こんな相手に打たれる菅野はもういません。しっかりと投げて勝つだけだ。さあ頼むぞ菅野、この試合打たれるお前を見たくないし、また負けるお前っていうのも見たくないからね。まあ大丈夫、菅野を使って幾度となく壁は越えてきてるからね。今日もその壁を越えるだけ。難しいかな、いや難しくはない、非常に単純で分かりやすい話で、最強ピッチャーやね。そんなやつで抑えられん理由がないでしょう。まあでもさっきも言ったけど、スタミナがね、ちょっと今日は完全回復してないので、完封完投っていうのはこだわらなくていいと思う。買い時を間違えないようにしないとね。間違えたらチームは負けて菅野も負ける、そんな最悪な展開あるからね。先頭バッターまずはアウト。いやもう西武打線ほんと弱いわ。秋山いたらかなりね、見栄えも変わってくるんですけどね。秋山もこっちにいますから。ほんで浅村阪神へ、まあ、その他メヒアもいないしね。警戒すべきは山川だけじゃないかな。あとまあキャッチャーの森も警戒しておかないとね。それなりに打ってますから、それなりにというかめちゃくちゃ打ってるね。怖いわ。またこういう試合で何か打ってくる雰囲気があるからね。これは中井は取れない、ミスった。落下地点に行くまでに時間かけすぎだろ。そんなぐるりと回らなくていいんだよ。そして山川、パープロ最強キャラの一人、パワーはエス。当たればどこまでも飛ぶよ。またミート力も高い。うわー怖いな。もう一球一球が山川の時は手は震えるわ。ただ追い込んだ、追い込めたんだぞ。はい、三振ズバッとね。ふぅ、初回ゼロだ。ただ怖いわやっぱセーブはね。まあ、ここさえ乗り切ったら、あとね、ほんと全然怖くないですから。衰え切った中村とかもいるんでね。全然大丈夫。で、チームは先制点取りましたね、2点も。ほら、パワーはもう C だぞ。パワーのない中村なんて、なんて言ったらいいのかな。まあ、いつも言ってますけど、ハンバーガーにハンバーグがないみたいなもんですからね。食う意味がないんですよ。大丈夫。全盛期なら行ってた打球もこれだと行かないからね。うわー悲しいな。ホームランアーティストが一人衰え切ってるね。まあ引退な、待ったなしでしょうか。来年の自由契約の枠にいそうだね、この中村はね。まだ使われてるのが奇跡というか。まあ熱戦力が抜けていってますから、中村に頼らないとダメな戦力なんでしょうね。かわいそうに。うちは違うからね、年々強くなっていってる。それ出すもの出せば選手は来てくれるからね、強くなれるのは当たり前の話ですよ。出すもの出さないから選手は来てくれないんだ。そして強くもなれないんだ。ただ阪神の俊介がねいますから、まあ、だから何なの秋山の代わりになるかお前ね。アイアウト簡単にいただきました。あーもう勝ちかな今日は。あとはもう菅野テンポよくどこまでも果てしなくいいピッチングを続けていきましょう。ね、失点すると防御率0点台も切ることになりますので、できればねずっと1点台、あ0点台のまんま行きたいんで、いけるでしょこの菅野なら。ちょっとここ数年間低迷が続いてたような気がするが、わーピッチャーに対してのこの打球、そしてゲレーロは取れない、ツーベースヒット。え、プロ初打席だったの？マジで？プロ初打席菅野から打ったんだ。ちょっとリプレイで見ていきましょうよ。この瞳という選手ですね。パワープロオリジナル選手でしょうか。はぁ、驚きだね。ヒット打たれたことも驚きだし、それがプロ初安打っていうのもね、初打席っていうのも驚きでしたし。ちょっと打たれたくない相手に打たれてしまったな、菅野さんはね。まあいいか。その後抑えれば済む話だし。はい、オッケー。ピッチャーに打たれてそれ以外の野手を抑えるというちょっとわけわからんことしとるぞ。あの瞳という選手をなんだ、セーブは野手として育成した方がいいんじゃないか。あまりいい野手がいないんだからね、そっちの方がいいと思うけど。あーでもこのチャンスで森か、ちょっと回したくないとこでピンチを作って決まったが、これは危ない。菅野取ってなきゃ内野安打だったよ。ヒヤヒヤや。
やりたくないんでね、得点は1点もね。山川 VS 菅野、落とすだけ。危ない高さだよ、気をつけて。平気で持っていかれるよ。バットは折れて、ここも抑えた。まあ、気はつけば打たれることはそらないですからね。ただ今のようなフォークを投げれば、それは打たれたらもう自己責任ですからね。お前が悪いと、打たれたお前が悪いんで、みんなに言われますから。打たれないようなピッチングをしてくれ。はい、中村もどうだ、抑えてますね。ライトフライで2アウト。テンポよくね。まあ、とりあえずこの調子で5回までテンポよくいって、勝利投手の権利を得ていきたいんだが、2アウトからのツーベースヒット。なんかなんでそいつに打たれんのっていうやつに打たれるよね。まあ源田いいバッターですから、長打はちょっとないけどね。おっと、ここも打たれて、失点かい。しょうもねえな、抑えれるバッターじゃないか。どっちも2アウトから山川という壁を乗り越えた直後のこの2選手に打たれたからね、腹立つね。これで菅野の防御率は 0.97。 まずいな、次失点したら1点台乗るわ。なんやねんこの連打。何してんの俺。2アウトまでどうやってきたっけ。テンポよく簡単に抑えてきたよね。なんで2アウトからコースのギリギリ全部打ってくんの。不思議なレベルでね。いや、もう不思議な力見えない力がだっしょ、これ。間違いね、働いてるよね。防空を今動かしているじゃないですか。ようやく抑えたよ。マジかよ、油断ならねえな。ほんで打線もあの後から点取れてないし、頼むよ、それ以降も取ってよ。あ、取ったね、すぐリクエストに答えてくれる、最高だわ。ただまた2点差なんでね、取るならできれば一気にドバッと取って、あ、もうこれは必ず勝ちだなと言わせてくれるような、そんな点差してほしかったんですけどね。2点差ですから、まあ微妙だ。おぉ、あぶね、気をつけて。そして最後の1球、坂本さんは取れない。またランナー出しちまう。もうどうしたの今日、被打率高めだな。盗塁は残念、小林ということを考えればアウトだ。いやさ、今日小林にしておいて正解だったね。この辺は宇佐美じゃさせませんから。ちょっとかなり不安定なピッチングになってきたよ。テンポの良さがなくなったな。悪い意味のテンポで今打たれてるよ。打たれるテンポの良さはいらないんだよね。抑えるテンポの良さを菅野智之という人間に求める。ここも取るがアウトにはできないだろうね。なんやねんこれ、ここに来て。本当に今のところこのイニングまだ自力でアウト取ってないからね、菅野さんね。嘘でしょ、やっぶねー。ゲレロ取った、あぶねー。もう怖いわ本当に。ちょっと山川申告敬遠ですね。この流れで勝負するのはあまりにも悪すぎる。本当まともに今抑えてないですからね。今の打球だって捉えられてるんだから、勝負するだけバカかなと。衰えきった中村と勝負だ。ホームランアーティストはもういないよ。あのおかわり君はいないのであれば敵じゃない。よしよしよし、よし、そんで小林取ってのアウトです。まあもう今日のこの感じ見てたら6回投げ切って終わりかな。それ以降引っ張るのは怖いわ。得点は入らないね。この回もしっかり抑えていかないと。スタミナ的にもこの回捕まったらすぐ交代やね。源田にまた、なんやねんこの源田の長打っぷりは。わけわからんレベルで長打量産されとるけどね。そんなバッターちゃいますやん、お前。なんやねん、なんで菅野限定でそんなバッターになれんねん。そんなやつおらんけどね。他のやつから打てません。でも菅野から限定的に長打を打てますみたいな選手おる？今の球界にいねえよ。得意とか苦手とかそういうレベルじゃないでしょ、これね。不思議なレベルだわ。全く振らない。なんなのこれ。いや、なんなのこの人たち。なんなのここ、この辺、今日この辺おかしいよ。この辺抑えられないんだよね、なんか知らんけど。どこ投げても見るし、ストライクゾーン運べばこうやって打たれるし。プレイヤーの俺は何をしたら勝ちなの。投げないが正解なの。じゃあ投げんわ。なかなかふざけたことをしてくれますね。ランナーは二塁に進塁。これで2点取られたんで、菅野の防御率は1点台に入りましたね。まあ、菅野どの子の関係ないですよ。まずこの連勝を止めないことですからね。同点に追いつかれないように。なんやねん、なんやねん、なんやねん、ほんと。なんでピッチャーですらこんな振らへんねん。ほんで当ててくるっていうね。
何これ怖いんですけど、パワフルとかの次元じゃないじゃんこれ。でメヒアおるんかい、最初から出したらええやん、それもノリノリ。いやもう当然勝負避けますよ。バカでしょここで勝負したらね。殿崎もおるやんけお前ね、結構打ってるし、なんでスタメンに使わねえんだよ。 OK、 いやもうここまでですね。いいピッチングとは言えなかった。内容に関しては今日は捕まりまくり、俺がプレイしたからっていうのもあるんだろうけどね。やんだ10本ですから、もうダメだわ、怖い。得点プリーズ、どうだ。あー満塁から点は入らない。菅野を変えてピッチャー、こっからはですね、とりあえずこのイニングは篠原行ってみようかな。篠原行って、そしてうわー、もうなんで打たれんねん、もうはい2軍行き上げたばかりですけどね。チームの連勝がかかった試合で勘弁してくれ。あーでも打線が取ってくれたんで感謝だ。あそこは結果チームは10連勝達成ですね。シリーズ初の、まあ、快挙を成し遂げることができましたよ。いやいやいや、ただ今日に関してはもっとスムーズに勝たなきゃダメだったしね。なんでこんな苦戦したんだろう。まあ相手が西武だからっていうのもあるんだろうかな。まあ西武も強いですからね。パリーグ2位でしたかのチームですので、言うてもでももっと勝とうよスムーズに。なんで7回に同点追いつかれてんの。これで菅野の勝ちがなくなったんだからね。篠原が山川に浴びたということですね。まあ今季初登板になりましたが、すぐさま2軍に行って、どうぞ使えません。篠原を落として斉藤佑樹をですね、これから起用し続けていきたいと思います。去年もね、この時期っていうのは使ってたんですけど、最終的に2軍に送り、使うことはありませんでしたが、まあちょっとチャンスを与えてみようかなと思いますのでね。ほんで、神根野がノリノリになったよ、イエーイ。まあここ最近ちょっと不安定なピッチング続いてましたが、これによってね、その不安定さっていうのがなくなって、かなりいいピッチングしてくれるようになるんじゃないでしょうか、ね。さあチームノリノリ、神根野もノリノリの流れで迎える西武2戦目。今日の先発は絶好調の田口にお任せで、チームチャンスピンチに注目しますので、ここで連勝を伸ばし11連勝達成といきましょう。そして次は12、13といったら最終的にまあ20だね。もう今のところ負けそうにないですから、さっきの試合ですら負けなかったんですからね。負ける可能性が非常にあったゲームでも打線がやっぱ取ってくれるんでね、ああいうとこで。まあ打線ありきで勝ってるんですよここまでは。おっといきなりのピンチ、勘弁してくれよな田口さんね。不安定なピッチングは今日この舞台いらないよ。まあ抑えてくれるだろうけどね、大丈夫。おっと軽くセンター前に、大丈夫、そこには秋山だ。西武にはない巨人の秋山がいるんでね、残念ながら落ちない。うー、自打球すんごい痛いだろうね、笑い事じゃないよあれ、めちゃくちゃ痛いからね。はい、三振、残念、痛い上に三振か、いいこと何もなかった1打席目だな。そして山川、あーピンチですけどね、2人抑えてここまで来たのであれば山川も同様、抑えるだけ。セカンド、セカンド、中井が取ってさばいてアウト。いいね、1点はちょっと覚悟してたイニングなんですけどね、そこをゼロで切り抜けられたのであれば、あ未来は明るいでしょう。明るい未来が俺に微笑んでくれてるでしょう、間違いない、間違いないから、早く点取って、チャンス来て、よし来たね、バッター赤羽。このピッチャー相手にここまでチャンス作れなかったっていうのはうちらしさはないですね。こういうピッチャーをすぐさま打ってすぐさまボコるのがうちなんでね、遠慮なさが一番の売りですから。まあでもこうやって3回に来たわけですからね、3回に来たチャンスをつかみ、そしてボコる、当てただけ、これではホームに行けない、あーサードアウト。もう何をやっちまってるんだ、もう飛び出すんならじゃあ突っ走れよ、中途半端っていうのが一番あかへんで、きっとホーム行けるかな、行こう行こう、どうだどうだ、うわー、もう2度の暴走で得点の機会を逃す、今のはもう暴走でしょ確実にね、止まらないとダメなとこだったよ、焦りからだろうね、焦りなんだろうね間違いね、そういう焦りが敗北を呼び込むんで、頼むからやめてくれ、ああいうプレーはなしだ、俺暴走多いんだよ基本ね。チームは2点取ってくれましたよ。バッターノリノリのメヒアだから、なんでこいつを代打で使うんだよ、スタメンに使えや、そっちの方が絶対怖いんだけどね、もううちからしたら助かるけどね、メヒアがねスタメンに出てたらゼロじゃ済んでないでしょ。あもうフォアボールに、これちょっと抑える気がしない。森は抜けていく、今日はここまで2三振だったんだけどね、抑えれず、ランナー満塁で山川、嫌な予感ビンビンにしてます、逃げることすらできねえ。ただ今日は抑えてるのであればここも抑えるだけ、よしビビるな、
相打ち上げて大丈夫大丈夫、パワーだけや初戦はね。パリーグではそらそれなりのホームランを打って記録を残してるのかもしれないが、セリーグではまた別だぜ。やる野球そのものが違うんだからね、投球スタイル。こっちは変化球で押すピッチャーがセリーグには多いですから、山川は変化球にそこまで得意なイメージもないんでね、抑えれますよ、当たり前。またピンチ、まあ3点差あるからね、1点くらいは別にやってもいいよ。勝つことが目的。お、これはゲッツーはまあ無理でしょう、うん、1つ取ってこれで2アウト。1点返したから何なんだよ、そこから何かが始まると思ってんの。始まるわけない、始まったね。これで2点目、田口交代っすね、とりあえずね、うん、とりあえずじゃねえ、すぐさま交代だよ。お前やばくなってきたぞ、またそんなわざわざ接戦を作らんでええねんね。見てる方はそっちの方が楽しいかもしれんけど、やってる俺地獄なんだよ、勘弁してくれよ。調子のいい星、君に決めた、防御率は 2.19、 抑えろよ。よし、簡単に抑えれたわ。さっきまでのピッチャー何だったんだ。はい、ラックラックティンティン。あとは2イニング、まあいつもの土井、そして、ノリノリのカミナルという流れですね。そこに任せておけば大丈夫でしょう。ドイ君が抑えて、最終回ノリノリのカミネロが出てきてゲームセットちゃうんかい。なんでやれん、ノリノリになった途端打たれんなよ。中村にツーベースを浴びてのノーアウトランナー2塁っすね。ここから3つのアウトを取らねばならない。バントで来るよな、当然決めさせたくはないが決まるんだよ。ランナーは3塁に進塁なんだよ。こんなん犠牲フライで生きてんやんけ。バットに当てささないを選択するしかない。まあ守備は前進守備でね。よし、160出てるんだからそう簡単に当たらんやろ。よし、最後は落とす。はい、3、帰る準備してたのになんで来らへんねん君。いや君だよね、君さっきからおかしいんだよ。君なんでこの人来らないの。全く、はい三振、最後まで振らへんかったね。で、どうしよう、もう外野前進かな、ここはね。2アウト、あと1つまで来た。ただなんか大番狂わせっていう特殊能力ついてる、あれ何なの。初めて見たわ、あの特殊能力。ちょっと詳細がわからん。ただなんか金徳なんでやばそうだね、住谷が謎の金徳持ってるから。大番狂わせってその名の通りじゃないですか。こういう場面でなんか打力がめちゃくちゃ上がる的なね。まあ、でも2ストライクまで来たしね、大番狂わせなんてないんだよ。お前は簡単に終えるんだよ。当てて、あい残念でした。そんな狂わせは起きることもなくゲームセット。はあ、今日も接戦。なんか胃がボロボロになってきたわ。スムーズに勝たせてくれないんでね、接戦になるんだよね。まあ強いチームだからっていうのもあるんだろうけど、今日はまあ田口の6回投げての2失点、そしてキャプテン坂本のツーランホームラン、素晴らしいね。さあ第3戦目いきましょう。勝つのはこっち、連勝をここで止めるつもりはない。今日の先発はマエケンですからね、頼むよ。そして初回からのチャンス、秋山翔吾ですぐさま点を取って勝つ。牽制なんてしなくていいんだよ。そんなことしなくてもお前たちは打たれる運命なんだよ、受け入れろ。ちょこまか時間を稼いでも何も変わらんぞ。後に打たれるか今打たれるか、嫌なことを後に任してもお前ね意味ないんだよ。回すな、こっちと勝負しろ。はい、簡単にヒットになるの、なりませんの。取られるか、もっと飛んでるイメージがあったんだけど、まあいいか、ゲレロ。はい、抜けてゆく。さあホームはどうだ、また行くのか。いや待て、二度過ちは繰り返さんよ、学習する生き物ですからね。危ない、また過ち繰り返すとこだった。ああいうとかノリとかね、勢いだけでやっちゃダメなプレーだから冷静にやるもんだ。さあ宇宙海への打球、ほらね、こうやって点は取れるんだからね。ゲレーロ本まで行けるか、走れ、行ける。いや行け、戻れ、三塁は、アウト。も結局暴走やないか、走力考えたらいけるわけないやろ。また走塁系の特殊能力ついてないとね、スピードがガクッと落ちるんでね。無茶なプレーだったな、もう得点取るチャンスそうやって潰すな。うわー、で前剣ここでピンチ、ここなんとかゲッツーを取らせよう。威圧感まだついてるけど、ついてるのおかしいよね、全然威圧してないじゃん、感じられないよ。ただなんか太ってる人が打席に立ってるってだけですけどね、こっちからしたら怖さがそのものがない。
敵じゃないんで、今の中村なんて、ほらね、もう、まとも当てれてないんだ。なんでもいいよ、これ。サクチンじゃん。はい、決まった。当ててくるんかい、坂本は取れない。もういろいろ言っていろいろ打たれんなよ、もうクソだせえ。もう毎度決まりのパターンやな。もうええで、この動画。ダッサ威圧感なんてない、何やらないとかいろんなこと言ってきたんだけどね。結果打たれるのが俺っていうね。まあ、大体の方が予想できてたでしょう。ピーマンの口が悪くなったとき、それは何かが起こるときですからね。ピッチャーフライでアウト。もう1点だけでよろしくね。で、田畑。もうピッチャーに打たれるピッチャーっていうのはうちの巨人軍には必要ないですからね。はい、ここはしっかりと抑えてアウトっす。まあいいよ、1点くらい別に。これまでも点はやってきてるんだからね。いいいい、結局は打線で打って勝つんだから。ほら、チャンス来た。ノーアウトランナー2塁。はい、山田飛んで飛んで飛んで飛んだ。ふぅ、距離144、完璧な一撃。これ以上ないってやつですね。もうこれが究極的な最高な一撃です。気持ちいいな。フォークだね。フォークを完璧に打った、コースギリギリのやつだわ。カキーン、ズドーン、バゴーン。勝った。この一撃出て負けるはない。そして先ほどと全く同じピンチやってきた。まあ、ここはもう相手をリスペクトして、中村は非常にいいバッターだから打たれないように抑える。言ったよ。はい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 、リスペクトしたらこういう結果になるからね。わかりました、わかりました。もう二度と人の悪口は言いません。威圧感がない、ただでかい人だなんて言いませんよ。ええ、ああ大丈夫だったね。はい、アウト。怖い。住谷ちょっとなんか怖いわ。最後なんかやってきそう。大番狂わせ持ってるだけあるな。まあ今の場面は金徳は別の発動されてなかったけどね。5回を終えての5対1ですね。まああとはもう守ればし勝てるゲームなんで、だから守ろうよって言わしてよ。もう前剣どうしたの本当に。能力の割合よく捕まって打たれてピンチ招くけどね。この打球は落ちる。でもいらへん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 。もうすぐさま、すぐさま行って。なんかちょっと先発ピッチャーがね、なんかこの2試合不安定さがどこかあるよね。うまく流されてーのね。うーん、どうする、交代だ。もうええわ、前剣にこだわる必要性はない。打たれるようなやつはすぐさま変える、それだけの話や。チープビン男ですね。 QS 達成できずだよ。しなくていいわ。もし君に決めた、頼むから負けの流れを作ってくれんな。これも何時速に落ちんねん。そこに落ちるんならそこのシフト敷かせてくれよ。そこに一人置かせれるっていうね。もうそろそろいい加減オリジナルなシフトを敷かせるべきだよ。これだけそこに落ちてるんだからね。異次元なレベルで落ちてるじゃないですか。なんなの、全部外野前だけど。でこれも犠牲フライには十分で、さらに勝って、結果1点差じゃないっすか。もう何なんだよ、ほんと。スムーズに勝たせろや。もうほんで、なんでその後もつかうかまってんだよ。もうどいつもこいつも抹茶に導かしたいんか、お前。こんなしょうもない形でお前練習を止めてみろ。お前ガチ切れだぞ。今ですら切れてんの、さらにブチ切れるよ。切れたから何なんだっちゅう話だけどね。俺が身の回りのもの破壊して終わるだけですから、みんなにマイナスはないよ。俺にしかマイナスないよ。後で後悔するパターンですよね。身の回り破壊してね、いや、なんで俺こんなことしてしまったんだろうって。いらへんねん、そんなもう。壊させてくれんな、頼むから。高いんだから、ものはね。ただこの回、一挙に3点。全部ドン詰まりでしたけどね。ホップスという謎の外国人が出てきましたが、最後も捕まるんだね。え、なんでカミネロじゃないの、なんで則本が投げてんの。いや、カミネロ投げろよ。最終回ね。もう2アウトランナー1塁3塁ですけどね、打たれたら終わりですけど、カミネロさんが抑えてくれることを信じるしかないでしょ。どうぞ。はい、三振、ゲームセット。やはりノリノリ、球がキレキレ。これでチームの連勝は12連勝。もう全ての戦いがですね、1点差での勝利ですからね。今日はなかなか辛かったですが、そして前剣、これで通算100勝目達成なんだね。まあ、だから何なんだよ、今日のピッチングがひどかった。5回投げての4失点ですからね。
記念すべき勝利をチープインで達成するというのもなんかメジャーリーグの前剣らしくていいですけどもね。ただそんなピッチングいりませんでしたから、スムーズに投げてスムーズに通算100勝を達成してほしかったですね。チープインではありますけども、これで前剣は通算100勝目をまあ見事達成したというわけで、現在100勝を達成しているピッチャーというのはうちは6人いるわけですよね。一番上が菊池雄星、2番目マー君、3番目則本、菅野、メッセンジャー、前剣といった順番でございますね。まあ、どれもいいピッチャーで、これがですね、この一球団に揃っているっていうのは本当に恐ろしい絵ですけどね。まあ、それを実現させたからこの連勝っていうのが続いてるわけなので、まあ、ちょっと前剣今回のピッチングというのはあまりよろしくはなかったので、次もっとねちゃんとね真面目に抑えてどうぞって感じっす。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わりにして、次回は日ハム3連戦交流戦3カード目をプレイしていきますのでね。日ハムも現在西武と並んで3位ということを考えれば、なかなか強く簡単には勝たせてくれない球団だと思いますのでね。まあ、連勝をここで止める必要もなく、次につなげるためにも絶対に日ハム戦負けないように頑張っていきたいと思います。次回もお楽しみに。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、また会おう。